家好，ミオです。ここにサングラスの跡ついてますけど、気にしないでください。今日なぜなら、もうめちゃめちゃ暑い、27度。もう昨日おとといまで雨降って曇りで15度とか寒かったのに急に晴れて、はい、これが台湾の天気です。で今日は本当に珍しい湿度、50% ぐらい、46% だったかな。もうね、これ奇跡です。もうこんな台湾本当ありえない。いつも 80% が普通の台湾なので、今日は本当に青空で天気が良くて素晴らしい日です。はい、今日私がご紹介したいのは、私がお気に入りの水餃子のお店です。我最近去那家很少，但是四年前我跟来台湾的时候，我常常去那家吃水饺，真的每个礼拜一次去，非常喜欢的水饺的店。では皆さんにご紹介したいと思います。では食べたいと思います。じゃあ待って。これ昆布。これはなんか豆腐みたいな。で、卵。まあこういう小菜はよくこういう小さい台湾料理のお店に売ってます。入ってます。この皮は厚すぎず食べやすい。刚刚听到那个啤酒的声音，就是那时候我马上干后面，因为那个现在还是午餐的时间，但是听到那个声音的意思是日本人来喝啤酒，台湾人的话完全没有，所以我听到啤酒的声音的时候，马上会知道哦，日本人在这里。还有日本的旅游的观光客人蛮喜欢从白天喝啤酒，所以大部分的日本人一定想要喝啤酒，还有也吃台湾菜。日本人喜欢水饺，还有饺子之类的，所以很多人想要吃水饺，也喝啤酒。
かがだったでしょうか。台湾人はお昼とか、まあ、夜とか普通に水餃子をよく食べます。日本みたいに餃子とご飯ってのはないので、まあ、餃子と麺はあるかもしれないな。まあでも水餃子だけでランチを終わらすのが普通です。すごく美味しいので皆さんもぜひ行ってみてください。またねー。